さあ始まりました。本日もパレットトークンのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども11月の4日13時36分 YouTube 録画しております。いつも YouTube 見ていただきまして本当にありがとうございます。現在のパレットですけども 46.2 円ということで、昨日 YouTube でちょっとねこういう風になるかもよと言ったような通りの展開になってしまって本当に心苦しいんですけども、今 46.2 円、このパレットどうなって動いていくかちょっとね詳しく見ていきたいと思います。今下落トレンドがですね続いてしまっているので、まあセオリーでいくとやっぱり下にねさらに来るんじゃないかなというところですね。まあ45.5円この辺になってできたところで戻ってくれればいいんですけども、おそらくは45円の方に向かってくるシナリオを選択するかなというところですね。まあ、ただ一方でこの辺でちょっとレンジを組んで46円前後で動いて上に抜けていくっていうこともあるかもしれませんけども、ちょっと今下落トレンドの真っ只中にちょっと入り込んでしまっていて、なかなかこう身動きが取れないというかね、下に動いてしまっているような状況が続いてますね。他の仮想通貨においてもですね、結構似たものはありますね。今見てると。例えばイーサリアムクラシック、今日上がってるんですけども、チャート的には似ている動きです。それからリスクも、最近ちょっとリスクの動きがまあまあ悪くなかったなと思うんですけど、リスクともちょっとチャート似ているとも言えます。それからライトコインとか、ビットコインキャッシュあたりともちょっとチャートの形状は似てる部分はあるかなっていうところですね。まあ、この辺もあんまり動いてないのですが、ちょっとこの辺の参考にしながらトレードしていくっていうのも必要になってくるかもしれません。まあ、コインチェックの中では今言ったような銘柄とちょっと照らし合わせて、こちらパレットの価格予想をしていくといいかもしれませんね。まあ、しっかり見ていきたいと思います。まあ、上がっていくシナリオとして考えられるのはやはり先ほど言ったようにレンジを組んで上昇47円、48円、49円っていうふうに上がっていくパターンと、それから45円につけたところでちょっと一旦反発して上がってくるパターン。それからまあちょっと低迷していってしまって下落トレンドがさらに継続するようであれば40円からの上昇ぐらい、このあたりではないかなと思いますけども、一番いい意味で期待を裏切るとしたらここででかい陽線が出るっていうことだと思うんですけど、今のところちょっと出来高とかいろんな状況からするとちょっと難しい、一番可能性は低いかもしれません。ゼロじゃないですけどね、ただちょっとその辺が一番あってほしいんですけども、可能性は低いっていうことになると、ちょっとやはりね目線的には下目線で、もしくはレンジのこのねちょっと45円ぐらいでレンジを組んで、まあ、上昇待ちというところになるかと思います。まあ、ビットコインとかがねまだ結構高いところで止まっているというところなんで、この辺はパレットにおいてもですねかなり救いはあると思います。まあ、これが本当にビットコインとかがまた600万円割り込むような展開になってくると、ちょっとねパレットもさすがに39円38円あたりで動いてしまう形になってくるかなと思うんですね。まあ、ですので今のところビットコインとかがまあしっかりある程度しているので、このパレットトークの動きではないかなと思いますので、そこは良かった点ではないかなと思いますね。まあもっと下に来るっていうシナリオもあったんじゃないかなと思うんですけども、今のところはなんとか踏みとどまれる状況でありまして、このような状況になってます。ちょっと1日1パレットもねなんか本当に毎日ね下に下がるということなんで、ちょっと投げ出したくなる気持ちも本当にあるんですけども、ちょっと本当にすいません、投げ出してたら耐えきれパレットの下げにねちょっと気持ちが耐えられないみたいな感じで、ちょっとチャートを見るのが辛くなったんだなってちょっと思っていただけたりするといいかなと思うんですけども、できる限りですね続けていきたいなとは思うんです。ちょっと注目度も少し下がっているような気がしますね。正直やっぱりさすがに耐えきれずに、損切りしたりとか、買いに撤退ぐらいで終わっていればいいですけどね、損切りしている方が増えてきたのかなっていうところはちょっとありますね。あと含み損の方ですねがやっぱり日に日に増えてしまっているなっていう状況は本当に痛いほどわかるので、ちょっと新規の注目も今あんまり他のものにジャスミーとか、その辺に行ってしまっているような状況だと思うので、ちょっと注目度の点で言ってもちょっと薄くはなってくるなっていう感じにはなりつつありますね今ね。そこも辛いなっていうところもあるんですけども、いずれかのタイミングではどこかで上場っていうのがやっぱり待たれるなっていうところでありますし、他の何かハンダのニュースが出るってことも、そろそろあってもいいかなって、そこを期待するというわけではないんですけども、事実として上場して、それから何にもこう、落とさざがないという感じですからね。
まあ、その辺はちょっと仕方ないとはいえですね、いずれかのタイミングで上場っていうのはあるとは思うんですけどね、それがいつになるか思ったよりちょっと発表がないぞということで、まあ、ちょっと価格の方がだんだん気づくと下の方に向かい始めたなっていうところですよね。まあ、ちょっとその辺が辛いなっていうところなんですけども、まあ、私はでもパレットに関しては、私の投資スタイルは本当に全然売る気が全くないので、その何て言うんでしょうね、そこに関しては全然ブレてないですね。まあ、ただパレットトークンの1パレットをどうするかっていうのは正直最近思い悩み始めましたね。ちょっと動きがないし、注目度も低い状況になってきてたらね、やっぱりなんかこうお伝えしてもって思うんですけども、まあ、そこはあえて、まあ、パレットはやっぱり1日1パレットね、できるだけやってきて、まあ、ちょっとすいません、本当にこれは決まっている中でちょっとどうするかっていうのが決まってないなって、ちょっとパラドックスなんですけども、他のものもやっぱり動いてるものがあると、やっぱそっちをお伝えしなきゃなっていう気持ちもムクムクと湧いてくるものなんで、まあ、ちょっと1日1パレットじゃなくて2日に1パレットぐらいになるかもしれませんけども、その辺はご了承いただけたらなと思いますね。ちょっとどうなるか、今のところはまあ続けていくつもりではいるんですけども、本当にとんでもなく動くものがね、やっぱりどんどん出てきたら、皆さんはそういう方を聞きたいなって当然これは思うと思うんで、その辺はちょっとですね、まあ、私の方でもしっかり検討して、まあ、パレットがこのまま動いてくれれば何の問題もないんですけども、なかなかこう下にずっと下がっていってしまうとですね、まあ、ちょっと辛いなっていうのは正直あると思いますので、まあ、ちょっと対応していこうかなと、その辺も検討していきますので、よかったらまたね、ちょっと見ていただけたらと思うんですけども、ちょっと本当にすみません、3日に1回、2日に1回とかなるかもしれません。ちょっとまだ今のところは確定してないんですけども、そういうこともあるかもしれませんので、ちょっとご期待に沿えず申し訳ないなっていう気持ちもありますが、まあ、本当にパレット動いてくれっていう気持ちですよね。ちょっとね、動かないなっていうのが正直ですし、まあ、下に動いてしまっているのが一番心苦しいですよね、本当にね。まあ、しょうがないんですけどね、まあ、これが正直な相場の状況なんでね、まあ、動く動かないっていうのは本当に誰も決められないとは思うんですけど、今実際に下の方に来てるっていう事実はあります。まあ、ですので、ちょっと展開的にやっぱり45円ぐらいの方に向かってくるんじゃないですかね、このまま何もなければですね。まあ、場合によってはですね、あんまりこれは本当に杞憂であってほしいんですけども、がっつり下げてくるっていうのもね、これ忘れた頃に本当ありますね。まあ本当にビットコインとかがそうなってくると、パレットもさすがに、パレットだけ下げないってことはなかなかないと思うんで、ね、やっぱりビットコインがまあ10%下げたら、まあパレットも10%ぐらい下げるとかっていうことはあると思うんですよね。まあですので、それがなければ今のところいいんですけども、まああと2ヶ月、2ヶ月ありますけどね、1回ぐらいやっぱりそういう急落っていうのも今までの体験した中で言うとね、こう忘れた頃に本当にあるんですよね。まあでもそれもしっかり検討してですね、まあそういう時が来たら本当にがっつり、まあ、IOCT 含め、それからパレット含め、まあそういうあたりの仮想通貨ですね、ちょっとは集めたいなってまだ思っているものがあるので、まあそういうふうに対処できるように、まあ、焦らずですね、まあ買い下がるのは下がりながらですね、まあ、使い果たさないようにしていくのみかなと思いますね。パレットも、まあいずれは私は本当にそれこそ100円とかに戻れるのは十分あると思うんでね、まあ、その辺はしっかり対応していこうかなと思います。はい、ということで今回パレットトークンですね、ちょっとまた下に下がって本当に申し訳ないなって、下に来ているのを予想するのも嫌なんですけども、まあ本当に仮想通貨もそうですし、上に上がるかしかないので、まあ今回はちょっと下がるという予想ですね。また明日の予想はそんな展開になるかなと思いました。45円の方に行くのと、横にレンジに動く、それからまたね、調子が良くなったり材料が出た場合は上にボンボンと上がる可能性も十分あるので、まあただ確率で行くとどれが強いかなっていうと、ちょっと45円のコースが一番ありそうだなっていうところですね。まあ、次が横に動くレンジを組む、それから上に行くのはちょっと今のところ可能性としては材料がないし、まあ、ちょっと他のものも少しね調整気味なっていうものも結構散見されているので、そういう予想をしてみました。また明日ですね、パレットトークンチャート分析1日1パレットぜひしてみたいなと思うので、よかったらチャンネル登録などしていただいて、こちらパレットと長くお付き合いしていただけたらなと本当に心より思っております。ということで、今回のパレットトークンのチャート分析以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。